はい、スーパーガンダムロワイヤルまさかのスーパーガンダムロワイヤルの動画です。実はね、自分はね、携帯ゲームはさ、言うてモバゲーより前からゲームはやってますけど、まあモバゲー時代ももちろんいろいろやってまして、モバゲー時代からのさ、ガンダムロワイヤルを経てのスーパーガンダムロワイヤル、もう正直、ここ2、3年くらいは、もうログインしかしてないですね。ログインしてガチャするっていうだけのゲームでした。プレイはね、一切してないです。ただもちろん、モバゲー、ガンダムロワイヤルからやってて、まあ、スーパーガンダムロワイヤルに移行した時も、始めて、おお、いいじゃんと思って、進化してるじゃんと思って。まあ、最初の1、2年くらいはね、それなりには課金してましたよ。まあ、月数万円くらいはね、普通に課金してましたね。さあ、無料ガチャ、行きましょう。もうサービス終了しちゃうらしいんで。そうそうそう、言ってなかったね。なんでスーパーガンダムロワイヤルの動画を撮っているかというと、ね、ようやくサービス終了するらしいんで。なんかね。いや、本当にさ、ここ1年くらい、ここ1年くらいかな。本当にさ、いろんなゲームがサービス終了してきますよね。個人的には結構大型、ゲームがサービス終了続いてるなって思いますね。本当にアプリゲームが進化しすぎてね、その進化についてこれなくなったゲームが、どん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 サービス終了して、逆によく続いてるなと思うのは、本当に、フェイトグランドオーダーとかね、フェイトグランドオーダーはまあ、でもオートないのによく続いてるなと思いますけどね。自分の中ででもね、一番よく続いてるなって思うのは、ドッカンバトルですね。まあ、自分自身もドッカンバトルはやってますが、ただドッカンバトルはね、まあ、正直4桁万円くらい課金してるんでね、正直終わってほしくはないですよね。よくさ、投資は自己責任ですっていう発言ありますけど、課金は自己責任なんで、まあ、とはいえね、原因戦争みたいに、不正詐欺をやっちゃダメですけどね。最後にじゃあこれいこうか。潮流制裁。20連いけるんで、これをやってね、スーパーガンダムロワイヤルの、とはね、これで最後にしようかな。もうこれ以降は、もうアンインストールしちゃおうかな。まあ、言うて下手したらね、最初の頃は課金結構してたんで、言うて、やっぱ欲しいキャラの時は、どれくらい課金した？1回のガチャでさ、やっぱり数万円は普通に課金してたわけだから、トータルで見るとどれくらい課金してるんだろうな。まあでも3桁いってないと思いますね。さあラスト。おお、来ました。超熱源体。最後気持ちよく、かっこいいの引いちゃいましょう。おお、素晴らしい。初代ガンダムからのダブルゼータ。なんか寂しいもんですね。まあ、もう数年やってなかったとはいえ、プレイ自体はしてなかったとはいえ、ね、寂しいもんだなと思います。ちょっと軽くね、思い出をね、話していきましょう。まあ、結構なね、キャラクターたくさん持ってるんですけど、まあでもちょっと横スクロールとかできないんでね。ね、このガンダムバルバトスのさ、これかっこいいっすよね、イラストね。イラストだけ見たいんですけどね。自分がね、一番課金したのはね、多分これっすね。多分これです。ウィニングガンダムフェニーチェか、これ、ガンダムビダール。全然知らないんですけど、めちゃくちゃかっこいいなと思って。このガンダムビダールっていうやつを、結構課金した記憶あります。出るまでね。かっこいいっすよね。なんでね、一番課金したのがフェニーチェかというと、これね、見たことない人はね、一回でもいいから見てほしいんですけど、まあアニメとかさ、まあ見る機会ないからほとんど見ないですけど、昔さ、ガンダムビルドダイバーズっていうの、初代の時かな。
あれ見たらね、ハマっちゃって、まあ、見てて、このウィニングガンダムのフェニーチェの回が、もうね、めちゃくちゃ面白かった。まあ、あれはね、ほんと、見たことない人も見てほしい。その回だけでもいいから、見てほしいですね。ガンダムビルドダイバーズのフェニーチェの回ね。何話だっけ ?15 話だっけ、ちょっとあんま覚えてないですけど。めちゃくちゃかっこよかったんだよ。あの時のフェニーチェがかっこよすぎて、なぜかこのフェニーチェが出てきた時に、なんか本当に、あの頃は別にさ、課金ルールとかも特になかったんで、欲しけりゃガチャするって感じだったんでね。もう普通に4、5万くらい持ってかれたんじゃないかな。今となっちゃ普通にこんなキャラクターのためにそんな何万も使うようなキャラじゃなかったなと思うけどね。まあそんな感じで、まあ、自分が結構課金したのはこのフェニーチェですね。このフェニーチェに一番ガチャで課金したかなっていう記憶があります。まあだからサービス終了するんでね、多分自分の予想ではこれね、動画とかではもちろん話したことないですけど、ツイッターとかではね、昔書いたことあるんですけど、そろそろスーパーガンダムロワイヤルは、店じまいして、今こういういろんなゲームがさ、クオリティすごい上がってきてるじゃないですか。例えばニーヤリンカーネーションだったらさ、もうプレステ4張りのさ、あの 3D グラフィック、もう芸術的な 3D グラフィック、もうあれくらいのクオリティで、新たに、まあ、スーパーガンダムロワイヤルというか、まあ、SD ガンダムですよね。SD ガンダムを新たにやるべきだと思います。っていうのを昔って言っても1年くらい前に何かのツイッターで書いたんですけど、まだ今回サービス終了するんで、自分はこのスーパーガンダムロワイヤルのサービス終了は、その超絶クオリティの SD ガンダムの、新しいアプリのね、布石だと捉えてるんで、まあね、その新しいスーパーガンダムロワイヤル、新しいね、この SD ガンダムのアプリゲームね、出てくることをね、楽しみにしたいかなと思います。自分はあまりガンダム派じゃないんですけど、自分はガンダム、ロボットよりも圧倒的肉体派なんで、ドラゴンボールとかそっち派なんですけど、機械派じゃないですけどね。実物のガンダムってあんま好きじゃなくて、ただ SD ガンダムは、顔かっこいいんで、可愛いしかっこいいんで、SD ガンダムは好きなんですよね。うん。実物系はなんかあんまり好きじゃないんで、SD ガンダムで、なんかね、新しい超絶アプリね、出てくることをね、期待したいなと思います。そんな感じで、いや、なんか寂しいね。そう、ちゃんと壁紙にしてますね。フェニーチェ。このバルパトスかっこいいですし、これもかっこいいね、名前知らないけど、これも結構ガチャしたな。で、自分これが一番好きなんですよね。あの08正体かっこいいよね。本当にこの08正体の何ガンダムっていうのかちょっとわかんないですけど、こいつはね好きです。いや本当にさ、このイラストのクオリティとかめちゃくちゃいいですよね。このままゲーム画面で動いてくれると興奮しちゃいますよね。そういうゲームがね、出ることを待ちましょう。そんな感じで、まあ2、3年くらい前からね、プレイはしてないですが、今までね、お疲れ様でしたということで、どうもありがとうございました。